プロカルバジンは、ホジキンリンパ種やニカワガ種などの悪性腫瘍に対する化学療法に用いるアルキル化剤系の抗悪性腫瘍薬である。肝臓で代謝されて活性体となる。他に、魔王を阻害するので、アドレナリン作動薬、抗うつ薬、チラミンの作用が増強される。風疾水薬品モデルリストに収載されている。 アメリカ食品医薬品局に承認されたのは1969年である。日本でも1967年から臨床試験が始まり、1973年にアクセリンパ種の治療薬として承認された。2005年2月には神経にカワ種に対する承認を取得した。保持ンリンパ種の治療に用いる場合には、ビコップレジュメの一部として用いられることが多い。 HL の治療に一時選択で用いられるマップ、両方にも含まれている。一方、悪性性細胞種や飛ぼし突起ニカワ種成分を、有する神経ニカワ種に用いる場合には、PCV レジュメなどで用いられる。この場合、日本では他の高悪性腫瘍剤との併用のみが認められており、単剤では使用できない。通常成人では、 プロカルバジンとして1日50から1 0 0ラムを1から2回に分割して、蛍光投与を開始する。その後約1週間以内に全増し、プロカルバジンとして1日150から3 0 0ラムを3回に分割投与し、臨床効果が明らかとなるまで連日投与する。人機能及び肝機能に応じて、投与量を調整すべきとの意見がある。重大な副作用として、 添付文書に記載されているものは、経攣発作と間質性肺炎である。その他10%以上に発現する副作用として、白血球減少、血小板減少、食欲不振、悪心、嘔吐、脱毛が挙げられている。エタノールに対して、ジスルフィラム様作用を持つ。肝臓の細部450系酵素を阻害して、同酵素で代謝されるバルビツール酸系睡眠薬。 フェノチア人形、抗精神病薬、麻薬などの作用を増強する。麻を阻害作用があるので、抗うつ薬や一部の偏頭痛治療薬と併用すべきではない。消化管での麻を阻害作用はチラミンが豊富な食品を食べた際に高血圧性クリーゼを弱気する可能性がある。プロカルバージンは稀に化学療法器陰性抹消神経障害の原因となる。シプンはしし、シシマタン。 時に、死死全体に起こる、進行性、長期性、しばしば非可逆性の、うずき、痺れ、激しい頭痛、寒さに対する、過敏症を呈する。作用基準の詳細は明らかになっていない。代謝によって、アゾプロカルバジンと過酸化水素が生じ、DNA を損傷するのではないかと言われている。インタビューフォームによると、核酸及びタンパク合成阻害作用による、 殺細胞効果ではないかとされている。ありがとうございます。